はい、で今日は普通に僕列車といえば僕のことなんですけど、でキャリーということはので今日は本当にこれ見てもらったら分かると思うんですけど、ウーバーイーツでちょっと、ね、狭くてここやばい狭くて、ちょっとウーバーイーツでちょっとたくさん買ってきたんで、ちょっとさっき外出て行ってちょっとウーバーイーツで買ってきたんで、今日はこれしっかり綺麗に食べていきたいと思いますということで、これは何かっていうと、なんか新居祝いみたいな、新居祝い自分でやっちゃうよみたいな、新居祝い自分でやっちゃうよみたいな、そんな感じで、ウーバーイーツですげえたくさん食べ放題みたいな感じですげえたくさん買ったんで、今日はこれしっかり綺麗に食べていきたいと思いますということで、とりあえずキッチン行ってきまーす。ということで、今日早速買ってきたものを紹介していくんですけど、今日はなんていうの？ね、この機械に机を買っちゃったっていうことで、いい感じのサイズかなと思うんで、なんか、前のね、すぐグラグラしてたの、なんかすごいなんていうの？すぐグラグラしてたんで、これもグラグラしてんじゃん、これなんか、まあいいやっていうことで、今日買ってきたものを紹介していくんですけど、で、一つ目なんですけど、このなんかちょっとね、インパクトが強いっていうことで、なんかすごいなんか、俺東山動物園行った帰りかなって思う人もいると思うんですけど、これ、ゴリラっすね、ゴーゴーカレーってやつなんですけど、なんかタイで俺一回食べたことあって、ゴーゴーカレー。タイだっけわかんないんですけど、なんかニューヨークか海外で食べたことあるんですけど、日本で逆に食べたことがないっていうことですごい気になったんで、これ買っちゃいましたね。さっきカツ食べちゃったんですけど、お腹空きすぎて、いただきまーす。で、二つ目にこのなんかすごいなんか、で、二つ目にこれなんですけど、このなんかで、今日のメインなんですけど、これ運動会とかに出てくるお弁当みたいなボックスに入ってるんですけど、これっすね、ガイアーンみたいな、なんかなんていうの、タイ料理なんですけど、タイ料理って言ったらやっぱ僕かなみたいな、なんかその故郷に帰ったかなっていう、なんかなんていうの、故郷を感じれるんで、ちょっとこれ買いましたね。で、次にこれなんか、有名な、めちゃめちゃ大好きなんですけど、僕これ、カオマンガイってやつですね。なんかなんていうの？なんか、茶色くなってるっていうことで。おまおいしそうっすね。めちゃめちゃいい匂いするじゃん、これ。ほんとに。やばい。ウーバーイーツ頼みすぎちゃったっていうことで。まだまだあるんですけど、正直。で、次に乗り切らない、これなんか。どうしよう、これなんか。で、次に買ってきたもんなんですけど、このなんか、僕ね、このハンバーガー屋さんすごい大好きで、なんか、ウェンディーズっすね。ウェンディーズ？なんか、ウェンズで水曜日じゃないんだ。水曜日じゃないか。金曜日かわかんないんですけど、なんか、そっち系のやつじゃないんですけど、すごいね、高青年じゃなくて、高少女高少女。すごいんですけど、これ。なんかよくわかんないんだよね、なんか。なんかシュークリームみたいなやつ入ってる、これ。シュークリームパンみたいな。シュークリームソーセージですね。これなんかカレーソーセージパンみたいな、なんかそっち系ね、なんか雰囲気のやつ頼んだんですけど、カレーがね、ついてるっていうことね。インド料理みたいですね、これ。ちょっと食べてみよう、このなんかカレー。かぼちゃスープみたい、これ。いただきまーす。スープこのカレー全然美味しくない、なんか。想像と全然違うっていうことで。ちょっと嫌ですね。嫌だ。紅茶みたいな味がするの、これ。このカレー。結局美味しいですね。次にこれなんですけど、このなんか、これね、一番やばい。なんかパーティーボックスみたいな。チキンとポテトですね。これさ、絶対さ、祝い事にぴったりじゃん。なんで？なんでチキンマックナゲット入ってんの、これに。絵ではなんか、ケンタッキーフライドチキンみたいな、それなんかっての、棒状のジジイのチキンみたいな感じだったんですけど。入ってるわ。間違えた。ごめんなさいっていうことで。入ってるわ、ちゃんと。ファミチキだ、これ。で、次ね、最後なんですけど、よだれだらだら鳥みたいな。よくわかんないんですけど、なんかよだれ垂らしてる鳥ちゃんなのかなと思って、興味が湧いたんで買ったんですけど、何よだれって。やばー。絶対美味しいじゃん、これ。やばいじゃん。なんか、麻婆豆腐みたいなやつが来たっていうことで。絶対美味しい、これ。わかるもん、なんか。こういうことか。今、よだれがね、めちゃめちゃだらだら出てきてるんで。そういうことか、よだれ鳥って。うまいね、なんか。俺みたい、すごい。めちゃめちゃいいです。やばい、これ。絶対美味しいじゃんっていうことで。俺、これめっちゃ大好きな、なんか、本当に。なんかね、今日ね、声がすごいね、カスカスっていうことで。なんか、すごい気持ちがいいんですけど、朝から。まあ、今夜なんですけど、正直。これいただきまーす。で、今日はこんな感じでケンタッキー作ってきたんで、今日は綺麗にしっかり食べていきたいと思いまーす。ってことで、はい、ちょ、待って、サムリでりまーす。っていうことで、こんな感じで作ってきたんで、全部、食べていくんですけど、やばくない？なんか、すごい作るのに時間かかったっていうことで、俺紹介し忘れたやつが一個あって、なんか、インパクトでね、ちょっと負けちゃったの、なんか、すぐ買っちゃったっていうことで、これですね、このなんか、やばくない？これ。すごいね、朝ごはんステーキセットみたいな、なんか朝ごはんマックみたいな、朝マックのなんか、強化版朝マックみたいな感じで、こんな感じなんですけど、めっちゃ美味しそうじゃない？なんかハンバーグにハンバーグが挟まってる、すごいプリンみたいなやつなんですけど、これ。新規祝いの一人パーティーということで、ちょっと虚しいんですけど、まあいいやということで、とりあえずいただきまーす。フォーク持ってくる、フォーク。フォークとスプーン持ってくる。っていうことで、もう食べていくんですけどね、多分ね、俺ね、引っ越してきてね、初のね、こういう食べる系のやつやるんですけど、試行錯誤して、ちょっとなんかよくわかんないことになっちゃってるんですけど、正直。絶対違うじゃん、これ。見て、これなんか、ステーキっぽいなんかハンバーグしてんのに、チキンって書いてあるの、これ。絶対意味わかんないってことで、ちょっといただきまーす。すべなやばくない？これ。待って。めちゃめちゃ美味しいんだけど。今日ね、俺、うどんしか食べてないんで、俺ね、染み当たった今。俺これも言っていい？これ、俺なんか大好物、なんか知らない？一番最初の動画から今までの動画で、毎動画で言ってると思うんですけど、ね、カオマンガイってやつ？すごい大好き、本当に。この世の中で一番大好きな車じゃないかな、これってことで。
これめっちゃ美味しいんだよ本当に。ちょっと食べてみてほしい本当に。これこんな感じですね。いただきまーす。ピッター、あった。このあのね、この店ね、あの、リピート確定っすね。はい。やばいぐらい欲しい。え、もうさ、自由に行っちゃっていいよね、これなんか。よだれ垂らしてる鳥みたいな。はい。なんていうの？なんかあんま想像できないんですけど、よだれ垂らしてる鳥って。あの、朝なのかなって思っちゃいましたね。っていうことで、いただきまーす。俺、あったかいと思ってた、これ。冷た。あ、小学3年生時代の先生みたい、これ。すごい美味しい。ポテト？すごい美味しい。え、待って、これ言って、え、これ言っていいのか、すげえさ、なんか、なんかね、重量的にね、なんか、ちょっとね、いい値段払う枕みたいな。はい、それぐらいの寝たいわ、これ今日これで、っていうことで。チキンっぽいですね、これなんか見た目もすごい。いただきまーす。あ、おい、やば。これとこれ合うと思う。味めっちゃ濃い、これ全部。味が濃すぎた、ちょっと待って。なんでこんな味の主張が強いんだろう、全部。やばい。目立ちたがり屋なんだ、これみんな、多分。ソースつけなくても美味しいわ。あのね、もうご飯が美味しいもん、ご飯。ご飯。待って。いいこと思いついてた。これ絶対合うと思うんだよね、この二つ。え、絶対美味しいじゃん。タイ米と、よだれ垂らしてる鳥。いただきます、これ。合わん。想像以上に合わない。あ、もう、ちょっと待って。最近夜で歩いてて全く家に帰ってこない。待って、夜飲まないとやばい。え、待って、脂っけえんだけど、全部脂っこいんだけど、これ。え、もうこれ全部いっちゃっていい、このサンドイッチ。すげえ美味しいもん、これ。で、これ全部食べられましたね、今。え、なんかさ、これ、フットロッカー、ロッカーだっけ？なんか、そっち系のなんか、アメリカに売ってる、あの、スニーカー屋さん、スニーカーショップみたいな見た目してますね、これなんか、紙袋。まあ、なんもない。さあ待って、え、なんでさ、なんかゴーゴーカレーってさ、ゴーゴーみたいな、はい、ゴーゴーっていう、なんかそれなんで黒いのこれって、なんかすごいね、あの黒ずんだ乳首人気が入ってる、なんかそういうなんか こういうやつ。あのね、あのコーラに合う？コーラに合う食事セットみたいな。ガストとかであのコーラに合う食事セットって、これ発売していいぐらい？あのめちゃめちゃコーラに合う、これやばい。俺これね、よだれ鶏みたいな。どんどん食べてくるとね、なんか嫌になってきちゃった、なんか。味的にすごい。最初めちゃめちゃ美味しかったんですけど、後からね、来たらね、なんか違うなっていう感じがしてきて。深いっすね。深い意味がありそうな感じっすね、これ。ちょっとバイバーイ。すんな！あ、相変わらず美味しい。あ、やっぱりね、俺これ一番好きだ、これが。やっぱりなんか、あ、すごいね、市役所みたいな、んかなんかね、すごいね、安定してるもん、本当に。なんか、あ、うまいこと言えてる今。あ、区役所か。これ全体的にどんな味かっていうと、甘くて辛くて、引っ越してから1週間以上経ってて、これが初めての動画で、おいしい。あ、やっぱ寝坊してるわ、これ。なんか味的にすごいゆとりがある、なんかゆとってるわ、ゆとってる。あ、ターミナル21のフードコートだ、これ。あー、バカみたいに多いわ、これ。まだ全然食ってないよね、正直、なんか。なんか一つ一つね、手つけて満足しちゃうみたいな。あ、最低な男だ、それ、なんか。意味わからないぐらいご飯が詰まってんの、これ、なんか。見てもらったらわかると思うんですけど、なんか。レゴじゃん、レゴ。あ、キャベツ美味しい。でもこれならいけるかも。なんか俺ココイチカレーより正直言っちゃうんですけど、ゴーゴーカレーの方がすごい好きっすね、これ。うん、おいしい。なんか出そうになった今。あ、なんかね、的確な想像ついちゃったんですけど、なんか、あ、想像しない、間違えた。なんか、あ、想像って、普通のカレー色のようにね、なんかソース入れた味だ、これ。なんか
めちゃめちゃ腹いっぱいなんだけど、本当にやばい。これだけ頑張って食べる、本当に。うん、食べた。水水、お腹いっぱい。もう食べれない、俺やばい。草原の中に入った、あの少年の跡みたいな感じで、すごいなんかズボンになんかすごいね、カレーの米粒がついてる。保存してきます。はい、休憩しまーす。おお、見た。っていうことで、あのさっきね、喋ったんですけど、あれね、めちゃめちゃ美味しいよ、本当に。やば、今あれの中で一番美味しかったなと思うのは、やっぱカオマンガイか、なんかどす黒いカレーですね。あれ、よかったインスタグラム、ツイッター、フォローしてすごい嬉しいです。ということで、まだまだいいんで終わりたいと思います。